今年4月、中国政府はデジタル通貨を試験的に導入すると発表しました。8月初めに中国銀行、建設銀行、工商銀行、農業銀行など、4大国有銀行が一部の主要都市で大規模な試験を実施し、8月中旬、全国への展開を加速しました。 多くの経済学者はデジタル通貨に対してさまざまな分析をしており最終的には同じ結論を得ましたつまり中共はデジタル通貨を通じて国民の資産を搾取し行動をコントロールしようとしていることです端的に言えばデジタル通貨を通じて国民の資産に対する略奪を合法化しましたこれから正規なルートで外貨両替や資産の海外移転ができなくなる可能性が高まっています 資産を守るため多くの人が改めて地下銀行を思い浮かべます実際国内外にも地下銀行が存在しています海外では一般的に外貨両替屋と呼ばれており違法ではありません中国では経済が発達した地域特に南東部の沿岸都市に存在しています地下銀行は闇金市場と似たような感じですが一般的な闇金市場の規模よりも大きいのです しかし中国では民間の通貨交換を認めていないため人々は地下銀行を目にすることができません近年中国経済が衰退し貿易戦争に新型コロナウイルスの猛威が加わり中共当局は地下銀行の取り締まりを強化していますそのため地下銀行はより息を潜めて見つけるのがもっと難しくなりました シティバンクとシンガポール開発銀行の両方で働いていたと自称する男性が書いた文章はインターネット上で話題になっていますこの文章で彼はかつて地下銀行と付き合った経験を語っています深圳に行ったことのある方はご存知かもしれませんが香港とつながるら国には両替屋がたくさんあって店内に現地通貨外貨の両替業許可証をかけています 香港にはそのような店はもっと多いのでコーズウェイイやチムサーチョイあたりでは銀行の隣にエクスチェンジ両替という看板を掲げる小さな店があります大陸からの観光客にお金を両替する際にただ為替さえ機と手数料を少々設けるようで一見では何の問題もないようですしかしこれらの店は実は闇金業者の商売の窓口となっています 少額の香港ドルを両替するといえば通常のレートで両替してくれますが大きい金額の場合は一度に取引を完了することができません双方とも騙されることを心配して入金時の安全を考慮しなければならないからですこの男性は2018年に香港への数回の旅行中に偶然にも地下銀行の人と接触しました彼らはいずれも友人や知人の紹介を通じて密かに運営しています リスクを減らすために、彼らは携帯電話のチャットグループにめったに新しいメンバーを追加しません。彼らが使用する連絡用アプリもシュグラムと呼ばれる比較的珍しいアプリです。アプリのサーバーはマカオにあるのですが、appstore や他のダウンロードサービスサイトでは全く見かけません。 シュグラムを入手するには内部の人間に教えてもらって救急ネットディスクというオンラインのファイル保管庫からダウンロードするしかありません救急ネットディスクにダウンロード用二次元コードは7日間しか保管できないように設定されているようですそれだけではなく彼らはチャットメッセージに既読後削除を設定してありますつまり彼らが発信したメッセージは既読になると消えてしまってクラウドにすら保存されません 取引で何か問題が起きてももそれを証明するものするのらありませんスクリーンショットを撮ろうとすると彼らのところにアラートが出ますそれは仲間に告発されたりフィッシングされたりすることを恐れているのではないかと男性は考えています地下銀行での取引は次のような流れです依頼者に不審な点がないと確信を持った場合は自分がやっている取引は合法的だと記載している文章を送りつけます このいわゆる文書はただの飾りであり、本物かどうかを検証しようがありません。地下銀行は依頼者に資金源の正当性を要求する上で、依頼者と合意書を締結して、約款に、合意書は法的効力を有すると記載します。しかし、法的効力を持つわけがありません。そもそも地下銀行そのものが取り締まられている存在なので、合意書が法的効力を持つはずがないでしょう。 合意書を締結してから双方の個人情報も記載される両替声明に依頼者は署名する必要があります男性によるとここに双方とも嘘の個人情報を提供するそうですそして翌日のある時点のオフショア人民元の中間価格を為替レートにすることを合意書で定めます考えてみてください地下銀行を運営できる人ならお金をたくさん持っているに違いありません では彼らは一体どのような人なんでしょうか中国本土で大きいビジネスをしたいのであれば中共の交換を後ろ盾にしなければなりませんでは地下銀行の背後に中共幹部の影があるでしょうかその可能性が高いですそのような人たちに個人情報を漏らすととても危険なことになりますさらに男性は実際に起こったことも紹介しました 新鮮某企業の CEO である講師は1億元以上の資産を持っています彼は香港でもビジネスをしていたので中国で人民元を香港ドルに両替する必要があったため2018年友人から地下銀行を紹介されたようです2019年2月中旬講師は1000万の人民元を香港ドルに両替したいと決めました6回に分けて両替しようとしてまず10万元を地下銀行の指定した口座に入れました その後10万元相当の香港ドルが彼の口座に入金されたことをすぐ確認できました1回目の両替が成功してその後も何度か入金があり地下銀行から香港ドルを送金されました250万元を両替したところで講師の会社に緊急事態が発生してすぐに戻って対応する必要があるため翌日の午後に残った750万元を両替することにしました 翌日の同時刻に彼の中国銀行香港支店の口座にある304万香港ドルが地下銀行の口座に返却されましたそして昨日送金した250万の人民元は送金が完了したと同時に内モンゴル自治区や甘粛省などからあっという間に引き出されたことが発覚しました孔氏は中国本土と香港の両方の警察に通報しましたが実は彼自身も違法営業罪を犯したと彼の弁護士が教えてくれました 騙し取られた金額が500万円以下なので、本土と香港の警察が連携して回収することを期待するなら、残業でもして、残業代を稼ぐ方がいいんじゃないかと忠告されました。男性は最後に、地下銀行と取引をするなら、必ず騙されると忠告しました。彼らはギャンブル場を仕切っているようなもので、関わっている限り、あなたはきっと負けることになります。 1>, 1回目の取引を正常に運ばせて、あなたの信頼を得てから、あなたのお金を騙し取るのです。